畑で栽培する場合に植え込み前に石灰で土の酸性度を中和するという作業があると思います。その際におすすめしたいのがこちらの有機石灰です。土の中和には小石灰、苦土石灰、そしてこちらの有機石灰といくつか種類があるんですが、この有機石灰はアルカリ度があまり高くなく、撒いてすぐ肥料を混ぜたり、あるいは植え込んでも根を傷めることが少ないと言われています。材料はカキ殻やあるいはホタテの貝を潰して精製したものです。天然の成分ですし、アルカリ度もあまり高くないですので、より安全に使うことができます。ぜひお勧めしたいと思います。